みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、TikTokで買ってきた洋服たちを紹介していきたいと思います。いや、もう私 TikTok 行き過ぎなって話したんですけども、もう本当にね、好みの洋服がここのお店行くと、もうめちゃめちゃあって、本当にここのお洋服屋お気に入りなんですけど、ちょっとね、TikTokで爆買いしてきたので紹介していきます。はい、でね、久々にね、お揃いを買いました。しぐるみでまず1着なんですけど、ちょっとこのね、こういう、なんていうの、ニットっていうのかな、カーディガンニットの青と、この白黒モノクロですね、この2着を買いました、お揃いで。で、これこのね、カーディガンのニットは、あの腕にね、フリフリがついてて取り外せるベストになるっていうのもあったんですけど、ベストにはして着ないかなということで、これね、カーディガンだけのを買ってきました。で、これすごいところ、すごいことに、なんと両面使えるんですよ。こっちが表でも可愛いし、こっちが表でも可愛いっていう、すごいスペシャルな洋服なんですね。もう完璧ですよね、皆さん。羽織としても着れるよね、ボタン開ければ。そうなの、カーディガン、うん、本当に可愛すぎて可愛すぎて。でね、こっちも同じ形の色違いということで買ってきました。これも同じくね、こうやっても着れるし、こうやっても着れるし、前開けてあのカーディガン羽織としても着れるっていう素晴らしいお洋服でございます。こういうの流行ってるよね最近、なんかセットアップ的なさ、こういう柄のここになんかボタンがついてて、これとはちょっと違うんだけど、なんか最近カーディガンとか色物が流行ってて、めちゃめちゃ可愛いということで買ってしまいました。これにね、あのカラーパンツとか合わせても可愛いと思うんですけど、どうしよっかね、楽しみだわ、合わせるのが。次はですね、リミちゃんのを見ていきますね。まずこちらの緑のね、スウェットですね。こちらはほんとシンプル、ここにロゴがついてて、袖とこの首元にこういう、なんていうの、色がついてるっていうのっていう、あとはね、ほんとシンプルな感じのね、こういう感じのトレーナーなんですが、可愛くない？シンプルに可愛い。もう何でも、下多分何でも合います。デニムも合うし、黒もあるし、白も合うし、本当に柄物でも普通に合うしみたいな、本当に可愛くて、リミがね好きそうな丈が長いし、本当にベストな洋服だったんですよ。買ってきました。これね、リミちゃんにね後で見せたいと思います。で、次もリミですね。なんかね、今年なんかね、本当緑がうちいっぱいあって、なんか緑に惹かれるんですよ。こちらですね。うわ、これもリミっぽくない？この丈が長い感じでダボってしててね、こういう、なんていうの、デザインがイラストされてるっていう、こういうワンポイントのね、ほんと可愛いなと、あと思って、下がねちょっとね、シャツっぽくなってて、おしゃれ感が出てて可愛いなと思って、これにやっぱデニムとか合わせるのがいいかなと思いました。これもリミちゃんに後でね着たいと思います。ですよ、私が選んだ洋服は、まずねこちらです。この緑のね、なんていうのかな、カーディガン風なトレーナーっていうの、ニットだね、ニット、うん、それニットですね。で、ここに襟襟付きだよね。そうなんです、襟なんです。そう、襟がついてて丈が短いっていう、今時のね、今年みんな丈短いよね。そうだね、多いよね、丈短い、本当可愛いと思って、もう一目惚れしちゃいまして、ちょっとね、
ちょっとお嬢様チックだけどね、うん、なんかね、お姫様っぽいよね、うん、まあ、お姫様っていうか、お嬢様っぽい、そうだね、女の子っぽい感じになるよね、一気にね、今までに比べるとね、そう、今までスポーツ系、スポーティーだったのに、うん、一気にね、ザ・女の子みたいな洋服になりましたね。好みが分かれますね。で、次にですね、この上に合わせる下が、このね、チェックのロングスカートでございます。こちらもひらひらで、もうまさにザ女の子って感じのお洋服なんですけども、これが本当に可愛くて、このセットが、こういうセットがね、本当に可愛くて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 、着るのがちょっと楽しみでした。はい。でね、3段ぐらいのね、ひらひらフリフリになってて、私ロングスカート好きでさ、よく履いてるんですけど、こういうねデザインのスカート持ってなかったんで、はい、良かったですね。本当に可愛いです。これもね合わせて着たいと思います。で、ラストはですね、お洋服じゃないですよ。そうなんですよね、こちらのカバンでございます。で、このカバンね、ここがカッ、はい、すいません、指輪取れました。ここのね、ここの部分がカバンに入れる、物を入れるところになってて、すごいね、ちっちゃいコンパクトなんですけど、それがそれでもうほんと可愛いみたいな感じで、に小物を入れたりして、ここにね、携帯とか入れたりして、ちょっとお出かけするときとかに便利だなと思って、はい、買いました。ね、ここのね、丸い部分もすごいチャームポイントだなと思って、この子のめっちゃ可愛いと思って、あの最初の紹介したやつにマネキンで着てたよね。そうなの、そうなので、このね、最初に紹介したこのニットにマネキンがこれ実は着てたんですけど、これについてました。こんな感じでついてて、もう一目惚れですね。これもまたほんと可愛いと思って、これね、リセットで着たいと思います。はい、ということでね、紹介し終わったんですが、紹介じゃあまだ商品の良さはわからないということで、早速ね、着ていきたいと思います。着替えます。ということで、いかがだったでしょうかね。めちゃめちゃ可愛い洋服たちでしたね、皆さん。ということでね、皆さんもね、ぜひ冬服ないよって方は買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。